エライ・エルビン・キュマルトは、スイス・ラインフェルデン出身のサッカー選手。FC バーゼル所属。ポジションはディフェンダー。キュマルトは、FC コンコルディア・バーゼルでサッカーを始めた。2009年、FC バーゼルのユースチームに移籍した。2016年2月10日、FC チューリヒとの試合で、バーゼルのトップチームデビューを果たした。この2015から16シーズンは、 ウルス・フィッシャー監督も下バーゼルはリーグ優勝を成し遂げ、実に7度目のリーグ優勝となった。翌2016から17シーズンはバーゼルの U-19 チームでのプレーとなったが UEFA ユースリーグではベスト8でアーセナル FC を破り、クラブ史上初のベスト4進出に貢献した。2017年3月8日、2016から17、 シーズン終了までの契約で FC、ルガーノへレンタル移籍した。ルガーノでは、リーグ戦12試合に出場し、クラブを降格から救った。バーゼルに復帰後、2017から18シーズンも、引き続きレンタル移籍が発表され、FC シオンへの加入が発表された。2018から19シーズン、バーゼルは、スイスカップを制したが、キュマルトは2試合のみの出番に終わった。 キュマルトは、トルコ人の両親のもと、スイスに生まれ、スイス代表には U-16 世代から招集され、始めた。2019年11月18日、UEFA ユーロ2 0 2四戦のジブラルタル代表戦にて、後半25分に、マネル・アカンジとの交代で、スイス A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。